こんにちは、さゆりです。今日はオンラインショッピングで失敗した経験を話したいと思います。皆さんはオンラインショッピングをしますか？ネットで買い物をしますか？私はどちらかというと、あまり買い物をしません。ネットで買い物をすることは少ないです。でもつい先日、ネットで買い物をしました。結構変わったサービスをサブスクしました。サブスクっていうのはサブスクリプションの略です。で、固い日本語だと定期購入と言います。で、私がサブスクしたものは洋服のレンタルサービスです。それが何かというと、私は結構 YouTube を撮ったりするので、いろんな洋服があった方がいいかなと思ってます。見る人を飽きさせないためにいろんな洋服を着た方がいいのかなと思っています。でも私は正直洋服にあんまり興味がないんですね。興味はあるかもしれないんですけど、その興味っていうのはこの服かわいい着たいとかじゃなくて、どう見られるかというのには興味があるんですけど、自分がこれを着たいというのにはあまり興味がないんですね。で、皆さんもきっとご存知の通り、見た目で判断されることは絶対にあるんですね。で、特に日本だとそれが顕著です。それが明らかです。例えば全くメイクをしなくてあまり綺麗じゃない格好で買い物とかに行くと、やっぱり店員さんの態度が良くなかったりします。で、いいサービスを受けるためには、めちゃくちゃおしゃれじゃなくてもいいんですけど、ある程度綺麗な服装をしていないと、そういった態度を取られることがあります。そういった理由で私は、自分で選ぶのもめんどくさいし、洋服のレンタルのサブスクをしました。何が失敗かというと、その契約に失敗しました。そのサービスを買う前にあまり詳しく読んでいませんでした。そのサイトにはすっごく小さく利用規約、利用規約っていうのはTerms and Conditionのことですね。で、キャンセルポリシーっていうのは、そのままキャンセルポリシーですね、がすごく下の方に小さく書かれていました。でも読んでいませんでした。この会社が親切じゃないなと思ったのは、この利用規約を読みましたとか、このキャンセルポリシーに同意しますっていうのをもうあらかじめチェックボックスにチェックを入れていました。だから私がチェックを入れなくてもそのまま進むようになっていました。だからその利用規約があるのを、正直知らなかったですね。そのサービスを契約する画面も、いろいろ情報を入力しますね。で、でもちょっと迷ってたんですね。で、迷ってて、でも次とこの情報だけ登録したらまた次、決済とか、決済っていうのはお金を払うことですね。クレジットカードを登録してお金を払う、そこまでいかないかなと思ってたんですけど、そのボタンが登録するってなってたので登録するを押しちゃったんですよ。そしたらもう契約が成立してしまって、そのサービスを買うことになってしまいました。で、普通の表示方法、普通の、最終のボタンだと決済するとか申し込みを完了するとか、そういう表示があるんですけど、そこの、サイトは登録するだったので、私はその買い物をしたことに気づきませんでした。で、その後メールが来て、お買い上げありがとうございますって来たので、いや、これはやばい、間違いだと思って、10分後にこれは間違いですっていうメールを送ったんですけど、
あの会社からの対応は、あ、もう購入したのでキャンセルはできません、 100% 払っていただきますと書いていました、うん、でこの会社は別に法律違反をしているわけじゃない、でもすごく怪しいですね、すごくあのグレーゾーンだと思います。でこうやって同じような被害に遭っている方、同じような立場にあの方もたくさんいることをあの後でネットで調べて知りました。でもその金額、その契約の金額がすごく少ないんですね、まあ、少額の契約なので、あまりその裁判を起こしたり会社を訴えるっていう人はあのほとんどいないんですね。だから同じようにこういう私みたいに間違って買っちゃって何もできない、泣き寝入りする、の人もあのたくさんいると思います。であの泣き寝入りっていうのはその結果にあの不満を持っているけどどうにもこうにも何もできない状態で諦める状態のことです。それを泣き寝入りすると言います。その会社は消費者の立場に立ってないちょっと不親切な会社だと思いました。できればそのサービスも受けたくないです。でも先ほど言った通りあの泣き寝入りするしかないですね。こういう手口を使うあのオンラインショップもあると思います。皆さんの国にも多分あると思います。手口っていうのは悪いことをする方法とか手段のことですね。この手口を使う会社や企業はあると思います。私たち消費者、買う側、買い物をする側からしたらやっぱりあの買い物をする前によく利用規約とかプライバシーポリシーを読んで、あとは他のインターネットにあるあのレビューとかもちゃんと読んでから買い物をあのするべきだとあの今回改めて学びました。で、まあ、先ほども言った通りその金額はそんなにあの多くないんですけど、すごくあの悔しいですねまあ自分がちゃんと読んでなかったっていうのもありますし、少額あのお金が大きくないからその裁判にまでならないぐらいの金額をあの、まあ、騙してはないと思うんですけど、まあ、こちらは買うつもりがなかったのにあの買ってしまう、まあ、そういうのは本当に残念だなと思いました。なのであの今度からあの買い物をするときは気をつけます。これはまあオンラインだけじゃなくてあの普通に買い物をするときも、まあ、必要な知識だと思います。オンラインショッピングっていうのは、ここ数十年であの急速にあの発展してきたものだと思うんですね。30年前はそんなに一般的なものじゃなかったので、まだ法律が追いついていない部分も あるなと感じました。はい、だから自分の身、自分のことは自分で守るしかないのかなと思って、いい勉強になりました。はい、皆さんはそういう経験はありますか？よかったら教えてください。はい、じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。